ちょっと大きく2点ございますので、今の森永太一郎の頃までの話のところの、特に江戸時代あたり の観点 のちょっとご質問が上がってます。で、どういう内容かというとですね、やはり、そのお菓子の原料になる砂糖の、観点から のご質問です。ちょっと読み上げますと、18世紀後半以降、輸入砂糖それから国産砂糖を含めた、全体的な流通量ですね、ちょっと数字も上げておられましたけども、そういう、動向についてもご確認されたいというお話と、その一方で、そういう、関連などもあり、18世紀末から19世紀 の全般にかけて、農村も含めて菓子屋 の増加件数というのも、共通に上がっていくんだというわけですね。で、そういう要因の一つにやはりその砂糖の流通量の増大という観点が指摘できるのではないかと思っていらっしゃると。で、それについて特に八尾先生それから上野さんあたりお詳しいと思いますので、そういう、ご意見についてですね、ちょっと分かるところの数値とか、それから、やはりその砂糖との関係ということで、特にこういった点がポイントになるのではないかとか、そういったコメントをいただきたいというのがご質問ですが、まずその特に江戸時代から明治の初めぐらいにかけてですが、砂糖との関係というようなところでいかがでございましょうか。ちょっと突然でございます。まずじゃあ岩尾先生いかがですか。ですね、確かに19世紀、18世紀の末から国産の砂糖がですね、薩摩藩などによって、上方に運ばれて全国的にも流通するようになりまして、で以前、村岡さんから確か有明海密貿易でも やってて砂糖が入ってくるっていうような話を伺ったことがありまして、あと諫早おこしですね。諫早おこしはこれ黒砂糖を使ってるんですけども、これがやっぱり19世紀の初め頃の創業だと思うんです。私ちょっとそこ本当にすでにもう推論を積み重ねてものを言ってる人間なんで、これ以上いい加減なことを言うような気が引けるんですけども、おそらく薩摩藩がですね、長崎でいろんなものを売ってるんですね、持っていて、で薩摩藩の御用商人が、天草の代官やってる石本っていう商人が、薩摩の 商品扱ってるんで、その関係でその長崎ないし天草、薩摩天草長崎みたいな、そういうそれこそ上方に薩摩藩が持っていくのは違うルートがあって、それがそのおそらく天草あたりから島原に、だから国産輸入砂糖が本来大阪に行かずの輸入砂糖が長崎周辺に流通しているのと同じように、その薩摩藩のがだから薩摩藩が長崎で商品を売ること自体は本当は幕府が鎖国ですから当然許すはずないのを、幕府がさすがに19世紀だと薩摩 の存在がやっぱり重要になってくるんで黙認せざるを得なくなってくるんですけども、そういう国産の特に黒砂糖を中心とした砂糖も流通するように19世紀になるとなるのか、この周辺にですねなるのかなという気がしてまして、ちなみに国産の砂糖の生産量 と輸入砂糖の輸入量はだいたい19世紀だともうだいたい半々になりますよね、だから輸入プラス、輸入はだいたい頭打ちになるんですけども、その国産がそれにだんだん追いついてほぼ同じぐらいの量ですから、トータルで倍ぐらいの砂糖が全国的には流通するようになると思ってます、先ほどちょっと控室で、そういう関心からですね、じゃあ、日本、特に今の鹿児島の離島とかですね、それから沖縄あたり、船で運ばれてくるっていうとですね、何か遠い外国から来るっていうイメージもあるんですが、一方で、種子島等 の鹿児島の離島とか沖縄とかですね、そういうところからサトウキビの生産および砂糖が運ばれてきてるっていう可能性なんかもあるのかなっていうような話を
をちょっとしていたんですが、あの先ほどのですね、まあ、砂糖が結局あの日本にどういう どっからどういうルートで入ってくるかっていうようなことですね、基本的なことで言いますと、ですか、まあ、いわゆる鎖国時代になりますと、まあ、輸入さ長崎に輸入される砂糖に関して言うと、ポルトガル船ではなくてポルトガル船が来航禁止になったとは中国船とオランダ船が持ってきます。で具体的に言いますと、オランダ船は、まあ、初期は台湾の砂糖を持ってくるんですけども、オランダが1661年に台湾を撤退した後は、ジャワ産ですね、ジャワの砂糖を持ってきます。で中国に関して言うと、逆に中国が1661年に帝政公が台湾を占拠し、さらに、帝政公の一族が1680年代に、清朝に降伏しますと、まあ、あの中国の船がその台湾や、それから中国の広州ですね、南で作った砂糖を持ってくるんですけども、その後、18世紀1700年代に入りまして、中国の福建省からですね、あの、琉球奄美に、まあ、順次砂糖の栽培技術が、まあ、砂糖といいますか、まあ、あの砂糖キビですね、砂糖キビの栽培、まああのまあ、砂糖の世界的に砂糖の原料としては砂糖キビとそれからあの砂糖大根、ビート大根があるんですけども、ビート大根が、ドイツ人の科学者が19世紀にその砂糖の、生成に成功 したのが19世紀ですから、で日本では明治以降になりますので、江戸時代はまだあのビート大根ではなくてそのもっぱらサトウキビが原料なんですけども、これがあの、琉球奄美で生産される生産が始まるのが18世紀1700年代の始まりで、まあ、あのよく教科書にはその、何でしょう、あの八代将軍吉宗 の食産工業によってその砂糖が国産化されたということを書いてるんですけど、確かに技術的には、まあ、その早い段階で18世紀の早い段階で砂糖の国産化に成功しているんですが、それが実際として商品として流通するようになるのはおそらく完成年間1790年代に、これはですね、むしろあの、その頃になりますと、あの、奄美琉球だけではなくて国内でも四国ですね、四国の讃岐である、うん、今の香川県であるとか、あるいは、紀州和歌山藩などでも砂糖の栽培が行われます。いわゆる本土であの砂糖の生産地として有名なのは、まあ、今でも実はあの四国の徳島県で、讃岐と阿波ですね、あの徳島県阿波かつての阿波で、あのと讃岐にあの昔ながらの砂糖の生産しているところが残っているんですけども、うん、まあ、その、紀州産や讃岐産の砂糖、そして、まあ、なんといっても圧倒的に量が大量なのはその、奄美琉球産の砂糖なんですけど、これが、まあ、商品として流通し始めるのが、さっきお話したように18世紀の終わりということになるんですね。はい、まあ、ということで18世紀ぐらいからの、まあ、いろいろ変化の動向が出てくるというあのようなお話もあるということですね。ではあの上野さんにあのまた戻りまして、はい、あの製造の方の話をぜひお願いいたします。はい、山先生の方からあの南蛮菓子のお話もあったとは思うんですけれども、あの私がオランダ料理オランダ菓子の研究もしておりますので、ちょっとそれも知っていただきたいということもありまして、うん、まあ、明治以降の近代の西洋菓子の、まあ、あの基盤となるような江戸時代の西洋菓子についてもう一度ちょっと整理してみたいと思います。うん、であのまあ、レジュメにも先生あの八尾先生のレジュメにもあります通り、あの菓子というものがあのできたのは別に近世になってからではなくて、まあ、古代の頃からあったわけなんですけれども、やはり近世においてそのお菓子がかなり変化したのはあの何度も言われてますけれども、卵と砂糖の使用なんですね。であのご存知の方も多いとは思うんですけれども、この南蛮菓子があの広まるきっかけとなった一つがあのキリスト教の布教でした。その布教活動の一環でお菓子を振る舞って、あのみんなあの食べる機会を持った人が多くいたと。でその中のお菓子が、まあ、カステイラだったりボールだったりカルメールアルヘイトコンペイトといった今の私たちにとても身近なお菓子となっているものなんですね。であのこれはかなり先ほども申しました通り、まあ、あのもう和菓子なのか西洋菓子なのかわからないような折衷というか日本化したような部分もあると思います。で一方あのオランダ菓子の方なんですけれども、例えばで名前を出してみますけれども、パステイ、ソイクルブロート、ワーフル、ボーフルチー、
フルードル、カーネルクークとかいう名前があるんですけれども、オランダ語がわからないとあれどんなお菓子なんだろうっていうぐらい皆さんに馴染みのないお菓子だと思います。でこの当時のオランダ菓子の、特徴の一つがですね、南蛮菓子と同様に卵や砂糖を使用している点はヨーロッパのお菓子なので同じなんですけれども、南蛮菓子との大きな違いはバターを使用している点だと思っています。近代以降の西洋菓子はバターを使っているものかなり多くあると思うんですけれども、実は江戸時代の頃からですねこのオランダ菓子にはバターを使っていますので、これがかなり大きな違いだと思います。で1800年に出された長崎文献録という資料があるんですけれども、そこにオランダ菓子についてちょっと記述があるので紹介したいと思うんですけれども、これはですね麦粉小麦粉ですね煮て作り、梅肉砂糖を入れ豚の油で揚げたもので、悪臭ありてこの地の人の口には相がたきものということで臭い菓子みたいな感じで書いてあるんですけれども、最初の方冒頭にですねこれ慰みに制する菓子というふうに書いてまして、日本人の感覚からするとあまり美味しいと思うものではなかったのかもしれないですけれども、それはやはりそのバターを使っているという点が当時の日本人にとってはちょっと違和感のある味覚的に合わないものだったのかなと思うんですが、その一方でですね先ほど八尾先生の方から吉宗の名前が出ましたけれども、その吉宗がですね八代将軍の徳川吉宗がオランダ人たちが江戸に来た時にですねクッキーを作らせて献上させていると、どういうものを作っているのか研究しているものも事例があります。それからいわゆる蘭学者たちがオランダ菓子について食べたことを記録したりですね製法を翻訳したりということで南蛮菓子は一般には広まって日本化したような広がりを見せてますけれども、オランダ菓子は、それに比べると全然広まってないようにも見えますけれども、その分ですね、研究対象となったっていうところが面白いのと、あとはその日本化しなかった代わりにその西洋らしさを留めていたというか異国の味を持っていたということと、それを一般的に食べることができなかったので、おそらく江戸時代の人はですねその西洋菓子への憧れみたいなものを持っていて、それが近代に入っていろんな文明開化でいろいろ、いろんなものが入ってくる中で、お菓子にも興味がいったのではないかなというふうに思っています。